こんにちは、まゆ先生です。今日は右手がメロディ、左手が伴奏の曲があれば、左手の伴奏系をできるだけ早くアンプをしてしまいましょうというお話です。これどういうことかというと、右手が弾けるようになりました、左手が弾けるようになりました、そして合わせましょうという時に、メロディーの方は意外と頭で覚えられているものですが、左手の伴奏は次は何の音だっけと見ながら弾いてしまうと、どうしてもそこで音楽がストップしてしまって、合わせることに必死になってしまって、だんだん音楽からかけ離れた機械的で運動的な演奏になってしまうことがあるんですよね。ですから左手の伴奏系こそ先に覚えてしまいます。これ鶴に30番練習曲の6番、左手いきなりこんな風に書いてある通りに弾くのではなくて、左手が伴奏系であれば分散してある場合はまず一つの和音にしてしまいますというものを、一つの3和音にしてしまって弾いていきましょう。ここまでで4小節、大抵これぐらいずつに分けて覚えようと思ったら意外と簡単に覚えられるものなんですよね。正しく和音を弾いてしまったら、多分5回弾いた時点ぐらいで頭に入ってしまうはずです。試しに5回ぐらい弾いて楽譜を閉じて、できるかどうか弾いてみてください。きっと簡単に覚えられているのではないかなと思います。そうしたらこの伴奏系覚えたところに右手を入れていきましょう。左手の伴奏はハーモニーの移り変わりですから、どんな風にハーモニーが移り変わっていくかは頭に入れてしまった方が、音も早くに、次の音が何かも早く頭から出てきますし、右手のメロディーもそのハーモニーに乗せる気持ちで弾けますから、運動的でなく音楽的に弾けるようになるんですよね。メロディーと伴奏がある場合、できるだけ伴奏の方をハーモニーとして捉えて、4小節または8小節単位ですっかりアンプをしてしまってから、そしてメロディーと合わせるようにしてみてください。右手が弾けるようになりました、左手が弾けるようになりました、ただまだうろ覚えで何の音かなと見ながらしか弾けない場合に、合わせてしまうとどうしても合わせることに必死になってしまって、音楽がストップしてしまったり、合わせることで満足をしてしまって、音楽が運動的になってしまうことがあります。楽にハーモニーの変化を感じながら演奏できるように、左手のアンプを早めにすることをお勧めします。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。